大谷光志郎から1937年6月24日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。高知県出身。大谷太郎の次男として生まれ、大谷彦左衛門の養子となる。高知県人上中学海南学校を経て、1896年12月、海軍兵学校を卒業し、1898年1月、少尉任官。 日露戦争には、第16定体定長、第21定体定長、第19定体定長として参戦した。以後、雷駆逐艦長、木更木駆逐艦長、佐世保鎮府副艦、千早水雷長を歴任。1906年9月、海軍少佐に昇進。同年11月、第5定体司令兼7定体司令に発令され、出雲水雷長、第2定体司令。 海軍教育本部出資、倉間水雷長などを務めた。少佐時代に動的発射論と題する論文を発表し、海軍水雷術の発展に貢献した。1911年12月、海軍中佐に進級し、筑馬副長に就任。以後、第二艦隊副官権参謀、第七駆逐隊司令、第十一駆逐隊司令などを歴任。1915年12月、 カスが艦長に発令された。さらに、四季島、須馬、鹿島、不走の各艦長などを歴任し、1920年12月、海軍少将に進級。さらに、第三水雷戦隊司令官、第一水雷戦隊司令官、大港洋航部司令官、海軍水雷学校長などを経て、1924年12月、海軍中将となり、海軍大学校長、 マイズ陽光部司令官、第二艦隊司令長官、クレ・チンジュフ司令長官を歴任し、1930年6月、予備役に編入された。大谷は海軍大学高校主学生課程を経ていない、異色の海外校長であった。水雷戦術の大家であり、艦隊勤務を重視していた大谷は、海軍大学校を出ても役に立たぬと公言していた。しかし実際に着任してからは、 認識を改めている。海大の教官を務めた福田良造は、海大の教育は、施策と瞬間的判断の訓練が行われ、的確な状況判断とそれを断行する勇気を身に、つけさせるのが趣旨で、海大を出たらすぐに役立つ教育をしていたわけではない、ことが理解されたからではないかと述べている。なお大谷は、頭上演習の指揮官役で、経験から培った。 優れた判断を示し学生たちを感心させている。海軍水雷士、P489、自伝的日本海軍島付き、P117 から118、漢方第1 0十4 0号、除人及び、事例1916年1月22日。漢方、第2539号、除人及び、事例1921年1月21日。 漢方第2858号付録事例1922年2月14日ありがとうございます。